梅雨明けの知らせが舞い込んだ松山市のアクアパレットです。夏休みの初日ということもあって、午前中から大勢の親子連れが泳いでいます。最高気温 33.3 度と、今日県内で最も気温が高くなった松山。アクアパレット松山では、眩しいほどの日差しが降り注いでいました。平年と比べて4日遅く、去年より1日早い梅雨明けとなった今日の四国地方。暑さを吹き飛ばすかのように夏休みを満喫する子どもたちの笑顔で溢れていました。バスケ友達、バスケ友達で部活も始めました。楽しいです。気持ちいいです。夏休みはどうですか？楽しいです。はい、神です。あ、まだめっちゃあります。全然持ってない。アクアパレット松山では去年、一昨年と一度に入場できる人数や泳ぐことができる時間に制限をかけてきました。しかし今年は新型コロナの5類移行で消毒などの感染対策は取りながらも制限なしでの営業。多い日で3000人程度の入場者を見込んでいるということです。4年ぶりぐらいですかね。なんでちょっと緊張しているところもありますけども、楽しく遊んでいただけるように、また安心して遊んでいただけるように、私どもも頑張っていきたいと思っております。夏休み長いですから存分に楽しんでください。一方、松山市立中央図書館では、これにする自由研究、標本でスズメバチとかカミキリムシとかを標本にしたい。夏休みの宿題のため、早速参考になる本を選ぶ小学生の姿がありました。松山市立中央図書館では夏休みの自由研究向けに特設コーナーを設けていて、毎年たくさんの子どもたちが利用しているそうです。2階にある自習室を覗くと、黙々と夏休みの宿題に勤しむ高校生の姿がありました。医学部に行きたいな、頑張ろうと。将来につながる夏なので、しっかり頑張って受験合格に向けて頑張りたい。一方、こちらは宇和島市中心部の商店街。明日始まる宇和島牛鬼祭りの会場設営が行われていました。この商店街では宇和島ガイアカーニバルや牛鬼のパレードなどが行われ、祭りとともに宇和島は夏本番を迎えます。昨日夜、明日のガイアカーニバルでダンスを披露する小学生の姿が。商店街では今月に入り、午後7時からの2時間、アーケード内をカーニバルの練習のために開放しているのです。地元のダンス教室に通う50人以上からなるこちらのチーム、この日は9人で1時間ほど踊りました。ダンスがきちんと踊れるように頑張って取り組みたいです。目指すは優勝です。宇和島の皆さんを元気にするガイアカーニバルにしたいです。宇和島牛鬼祭りは明日午後1時20分からのガイアカーニバル子どもの部で幕を開け、3日間の日程で行われます。